6月7日は、グレゴリオ歴で年始から158日目にあたり、年末まで、あと207日ある。第1回十字軍、エルサレム後遺戦始まるイングランドの権利の制願が、再下される、ジャマイカのポートロイヤルで大地震、街の2、3が水没南米の太平洋戦争、ありかの戦いアメリカ合衆国の、戦艦サウスダコタ浸水ピナツボウ山から 7km の、 噴煙イギリスの政治家、第二代リバプール伯爵ロバート・バンクス・ジェンキンソン、誕生、日本近代法の父、法学者、ギュスターブ・エミール・ボア・ソナード。親とい外国人として活躍バイオリニスト、レオポルト・アウアー画家、ポール・ゴーギャン誕生。画像は、自画像画家、ポール・ゴーギャン誕生。 画像は、黄色いキリストのある、自画像。建築家、チャールズ・レニー・マッキントッシュ。画像は、ライトハウス・ハンガリーの政治家、ナジー・ムレ。ハンガリー動乱で、ソ連の侵攻に抵抗指揮者、ジョージセル・アメリカ合衆国副大統領、マイク・ペンス、室町幕府を開いた、アシカガ・タカウジボーツ哲学者、西田・喜タ郎。没ボツ数学者、アラン・チュー・リングボ彫刻家、ジャン・アルプボツ。 画像は雲の羊飼いアルゼンチンのジャーナリストのヒマルタの祝日、セッテジュニオ。ありがとうございます。